寒風山の旧の寒風山トンネルです。よし、ひやい、ひやいです。離陸準備中、寒いです。ですかね、雪だるまできるやんこれ。GPS 開けんかな。慎重に離陸してください。離陸した方が正解なの。ノーマルタイヤです。あれ？わあ。リリック。命を紹介します。浮上量の上限に達しました。GPS 拾ってないから。ホームポイントが更新されました。とりあえず行ってみました。わあ、雪が降りる。わあ、富士山これ綺麗やわ。真上。じゃあ、よう飛ばすわけないやんか。何して遊んでんですか。ああ、なるほど。
恐怖警告。浮上量の上限に達しました。両方橋でいかんのね。温度低すぎるやと。おろそか。急激に低下するかやないかな。いやー、怖い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 。わあ。え？カメラが変。下向いたりなんかすごい。温度やろうか。温度だと思う。あ、これ電波があるじゃないですか。カメラおかしいです。一回電池リセットしたら。結構水滴も落ちてきたし。え、なんで？雪の上で飛ばしたからかな。ほんまですね。雪の中に突っ込んだからかな。え、なんで水滴が落ちるの？手がかじかんで痛くなる。結露やろうか。車の中あったかかったから。うわ、すごい。だってあれ、スリーやんか、富士山。
るやんか。窓開けっぱなしやん。